車輪ステップありがとうありがとう。クリスマスイブをありがとうってなわけで、皆さんありがとう。今日の髪型かわいいでしょ。わあ、切腹さん、トナカイタワーありがとう。メリクリー、サンタさん来たサンタさんの格好してたでしょ。サンタさん来たよ、私のところにも。いいとこにして、いい子にしてたからありがとう。書くね。なっちゃんの車輪ステップも、車輪ステップするなっちゃんもすげえ好き、ありがとう。嬉しい。わあ、みんなありがとうございます。この髪型めっちゃ可愛いでしょ。これはアイブのレイちゃんイメージしました。今日も京都で南坂殿下海さん、ありがとう。クリスマスボックス ありがとうございます。切腹さん、夏もこさんプレゼントボックス、けんけんさんプレゼントボックス、ありがとうございます。あ、この髪型見つけやすかったでしょ。こうするっていう手もあったんですけど、ちょっとこう研究した末に下ろすという、かわいいだろうメリクリなっちゃんでーす。今日も可愛かったよーってありがとう。気づいてくれた、気づいてくれたかい。もちろんだよー。お見送りの時私のこと気づかなかったでしょ瀬戸内めっちゃ寒いでも今日は雪降らなかった。髪型で配信見ててすぐ見つけたよーって、ありがとう。あ、今日も楽しかった、りょうきくんありがとう。ゆてぃさーん、ありがとうございます。プレゼントボックス、こんばんは、素晴らしい。この髪型はメイクさんにしてもらいましたよ。私ではできません、自分ではできません。ちょっと寒いからちょっと、え、これめっちゃ可愛いよ、見て。Show must go on。 この must のとこが stu ってなってるの。クルー、みんなファンの皆さんの名前と、そして背中に stu48 って書いてあるんです。これ可愛いでしょ。あのスタッフさんの T シャツ、スタッフ T シャツらしい。今回のスタッフさん T シャツを私たちにもくださったんですくださったんですよ。かわいいだろう。ちょっとかわいいけど今半袖だから寒いんだよね。ちょっと長袖取ってくるね。待ってて。
しょう。ちょっと上に来ました。あ、この方が髪型が分かりやすい。イエイ。 T シャツ可愛いでしょ。マストって船のマストにもかかって、そういうこと？めっちゃいいやん。みつるんさんありがとう、プレゼントボックス。お、広島駅ナウ気をつけて帰るんだよ。今日のコンサート、あっちゃんがいっちゃん輝いてたよ。ありがとう、嬉しい。宮城坂の召喚獣ケンジプレゼントボックスありがとう。召喚獣ありがとう。召喚獣ありがとう。クセ強名前。ララララワワワワワワワ。今日はありがとうってありがとう。お、アナクリって読む言うんか。あなたとクリスマスイブありがとうございます。ユニット最高でしたってありがとうございます。あなたとクリスマスイブってさ、もうさ、今日のためのような曲じゃん。今日のためのような曲じゃん。お見送りちゃんとできなくてごめんなさいで、ほらみんな見逃しちゃってる。ちょ、私がちょっとなんかいつもと違いすぎる髪型をしとったけん見逃しちゃって、いうことで許してあげよう。次のシングルもね決まりましたんで、たくさん会いに来てください。たくさん会いに来てください。待ってます。はい、あなたとクリスマスイブよかったって、ありがとう。ゆうたさんありがとうございます。ルシエルさんお疲れ様でした、ありがとう。ツナマヨって美味しそうな名前だな。月影さんプレゼントボックスありがとう。世界のどこかでささやく恋人たちの約束を。みつるんさんプレゼントボックスありがとう。お見送りスケッチブック落としたいたな、落とした人。そう、クリスマスの曲ってなんか全部いいよね。なんかもう「テンテントー」って、もう私さ、もう本当にここ何日かでずっと口ずさみそうになりながらさ、もう危ない危ない危ない、あ、歌いそうやったなることが何度もあったよ。全部名曲すぎて。そう、ねむねむにゃんことユニットです。よそ鍋素敵ですって。何それ、よそな、よそ鍋って、寄せ鍋でしょ。よそじゃなくて寄せだしょ。9枚目も皆勤賞を目指して参加するよって待ってる。カレカンさんプレゼントボックスありがとうございます。そう、明日お話し会、明日お話し会です。そう、 NMB さんの曲多いよね。 NMB さんクリスマス曲が多いってことやね。ようやくしたクリスマスロマンス、ロマンス、あのコーラスすごかった。ケンジプレゼントボックスありがとう。今日の写真待ってるね、待ってね、あ、ま、待ってるねじゃなくて、今日の写真待っててねって、待ってる。カメコ STU さんもありがとうございます。ハッシュタグ見てますんで、
ぜひハッシュタグ渡辺夏希もつけてくださると見に行きやすいのでよろしくお願いします。明日もサンタです今年は去年よりもっともっといろんなサンタさんになりましたねいろんなサンタさん、明日もです。明日のオンラインお話し会もサンタさんですから、皆さん楽しみましょう。そして明日はクリスマス、明日はクリスマス。このショールーム配信でもね、ちょっと楽しいことクリスマスっぽいことをしようかなって思ってるので、よかったらみんな来てくださーい。ね、サンタコスってさ、ほんま可愛いよな。サンタコスってなんであんなに可愛いんだろうか。ね、なんでだろうか。なんであんなに魅力的なのだろうか。ちょっと選抜発表もありましたし、9枚目シングルが3月1日に発表されましたね。皆さん発表されましたね。悲しくも今回も私の名前は呼ばれませんでしたが、そう、ね、でもなんかすごい2期のメンバーが徐々に選抜入りを果たしているのを見てすごいなって思うし、私ももっともっと頑張らなきゃって思いました。皆さんこれからも楽しみましょうそしてさ、なんかもう今回発表があるなんて知らなかったからさ、しかも選抜発表まであったからさ、なんかナイーブのショールーム選抜なんかさらに熱い戦いになりそうだし、なんか私も頑張らなきゃなのかなって思った。イベは参加って、ちょっとね悩んでるでもなんかそう、素敵な機会をいただいたからさ、なんかナイーブさんと一緒に、なんて言うんだろう、ナイーブさんの素敵なそう、素敵なこうやって機会をねくださってるわけだから、そうだよね、なんかなんかこの企画を盛り上げたいなとは思うけどちょっと今悩んでます。今夜も楽しかったよ、ありがとうって、キヨ兄さんありがとうございます。でもなんか今日の発表があってからちょっと気持ちは強くなりましたね。そう、今日は赤サンタさんでした。赤サンタさん、そうなんて言うんだろう、596日連続おめでとう、ありがとうございます。596 あと4日で600、あと4日で600だよ。600、なんかこれってさ、なんかあの背景とかがさ変わるのがさ、いつなんだろうって思う、いつなんだろうって思う。ご苦労、すごい
もう歌っていいんだもんね。てん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 。あ、でもちょっと明日、明日までに撮っとこう。明日がだってクリスマスだもんね。明日に撮っておこう。明日に撮っておきまーす。9枚目お話し会全枠完売目だそう。え、そう、私本当に次の目標は、次の今の一番の目標は9枚目のお話し会を全部完売させることが目標です。はい、それが目標です。ちゃんと目標ができました。ちゃんと目標が できました。今日発表されたことによって、なのでみんなよかったら一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。私の今の目の前の目標は9枚目シングル全完売です。皆さんお待ちしております。遊びに来てください。絶対に楽しい気持ちになることは間違いなし。なので、よろしくお願いします。乾杯、乾杯じゃなくて乾杯ですよ。はい、乾杯を目指します。よろしくお願いします。わあ、今日はこっそり亀ヶ関で楽しんできましたって。わあ、ありがとうございます。なんかもしもナイーブさんのあのイベントに参加するとしても、なんかそっちを優先させたいかも。だからなんかナイーブさんのイベント、もし私が参加ってなっとったら、そのイベントガチ入りはしないっていうか、星投げカウントとかで大丈夫なので、まずはそこの目標に9枚目シングルのお話し会イベントが全完売を目指したいので、そっちに重きを置いて置きつつ、なんかこう9枚目シングルをこうさ、なんかいろんなイベントとかをさせてもらってるから盛り上げたいっていう気持ちあるので、わあ、トールさん分かりました、初めてだけど買いますって、嬉しい、ありがとう。最近のなっちゃんハッピーオーラを感じるからいけるって言って、ほんまに？ほんまに？みんなで一緒に夢叶えよう。やっぱりさ、今回のさイベントにさ参加せんやったらさ、なんかさ存在感がさ、なんかもっともっとなくなるような気がして、ちょっとでもそう、でもそうやってガチローって思うとちょっとみんなに負担かけちゃうから、そう、なんかね、そうなんよね、そういう気持ち。トールさんハートありがとうございます。そう、でも9枚目買うのは初めてだけど買いますって、1枚目は買ったことあるもんね。次解禁賞を目指しますって、ありがとうございます。なので、そう、3期生も入ってくるから、だから私たちも本当に焦ってるんよ、正直言って。多分正直言ってみんな焦ってるから、なんかそこで、あの、そう
イベント、もし私の名前がもしもイベントの参加のところにあってもいつも通り、いつも通りの配信をしようと思ってるので、いつも通りの配信だと思って、いつも通り見に来てくれたら嬉しいです。そう、じゃあ私の存在がもうなくなっちゃいそうだから私はここにいますよっていう証明を。だってね、イベント出場も様々な方法がありますので、今回はそう、今回はそんな感じかな。そんな感じで9枚目のお話し会の完売を目指して9枚目シングルを盛り上げていけたらなって思ってます。それを優先にはい、あとはなっちゃんのことを宣伝活動頑張ります、ありがとうございます。ガラポン辞めて解禁者目指しますってぜひぜひぜひ、なっちゃん一筋で9枚目シングル応援してくれると嬉しいです。なんでもチャレンジだよ、挑戦しない方が忘れられる。そうよね、そう、ありがとう。ちょっとみんなのおかげで背中を押してもらった。8枚目解禁賞できずすいませんやんって。いえいえ、ありがとうございます。そう、なっちゃんの思う通りにすればいいのよって、ありがとう、みんな優しい。あ、9枚目ではもっと仲良くなるつもりだからって、りしちゃんありがとう、仲良くなろうね。アライアンスへもようこそこんばんは。そう、ザアンツもね、今日の朝やってましたから、今日やまた夜で、そう、昨日さ、私さ、昨日またザ、昨日のさ夜にさ、ザアンツに顔出すねって言ったやんか。私さ、いろいろさ、今日の準備しようってバタついとったらさ、ログインするの忘れちゃってさ、今日朝一でいっぱいやりましたんで、少しはリカバリーできたはず。文吾さん、ありがとう、クリスマスボックス楽しいクリスマスイブ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。てか今日の髪型マジで可愛くない？今日の髪型マッチで可愛くない？マッチで可愛い。メイクさん、ありがとうございます。私は日々新しい髪型を生み出すことに重きを置いています。イエローフィッシュさん、プレゼントボックスありがとうございます。キリリさん、プレゼントボックスありがとう。来年もずっと応援し続けまして、ありがとう。やっぱみんなにさ、みんなに悩み事を、なんかこう、私悩み事を隠しちゃう性格なんだけどさ、こうやって悩んでることは聞いて、時にはみんなに聞いてもらって、悩みを素直に打ち明けるのも大切ですね。ありがとうございます。来年もずっと、来年も、来来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 年も応援よろしくお願いします。トールさん、雪の結晶ありがとうございます。言い忘れてた、メリークリスマス、メリークリスマスマジ可愛いし似合うよーって嬉しい。どうなってんのか分かんないけど、あ、そう、髪型の解説してあげる。これは3本のツインテールを3本の三つ編みにして、1個をこうクイッてやって、ここをピョンピョンピョンってやってます。細めの三つ編み3つをこんな感じにしてます。イエーイ、夏推し3年目になりました。はーい、何何言ってほしいなって、何を言うの。メリークリスマスって、キュン
挙行けれて楽しくてよかったですって、わーん、ありがとう。急遽来てくれた皆さんもありがとうございます。セサムさんありがとう、ありがとう。プレゼントボックスもありがとう。こんばんは、田辺。集合写真でも見つけやすかった、よかった。そう、すごい、歩くたんびにおおってみんなが、すごい、この髪型どうなっちょーんって、どうなっちょーんってみんなに言ってもらいましたよあ、やばい、すごいすごいすごい、気づかぬ間にとてもザンツのギフトがめっちゃ溜まってる。わーい、明日にはレベル17になれそう。クリミーありがとう。今日も京都で御台坂殿下解散のありがとうございます。そう、なんかみんながねみんながさ、御台坂、なんか私のファンの方てか、まあ、広島のさ御台坂が地下なんて言うんだろう、めっちゃいい場所にあるんかな。ちょっとみんなが御台坂言うけんさ、私も気になってさ、この前御台坂行ってみたんですよ。そうそう美味しかったです。ポテト食べた、ポテトと何食べたっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、あ、枝豆も美味しかった。なんかお酒も飲んだけど、多分梅酒のソーダ割りと違う梅チューハイ、そう、なんか私のファンの皆さんの中で御台坂となんかね、カルピスサワーになんかいちごが入っとるやつを飲んだみんなそれで乾杯してみなみなされ、そう、御台坂っていうところ、なんかみんながさ なんかねそうウッチさん、武士道のエラありがとう。ケンケンさん、雪ありがとう。レインボースターありがとう。今日も見つけやすいからありがとう。次いつ会えるかな、あれかな。私多分ステージ納めが今日でした。そう、1月の頭にまた超久しぶりのチャートリ公演でチャートリ始めをします。今日ステージ納めでした。皆さんありがとうございます。やっぱりステージは楽しいですね。月影さんありがとう。ラストオーダー終わったんかーい。ピャーン、御台坂にいます。中澤さん、プレゼントボックスありがとうございます。ザ・アンツ、ポポポン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 、あ、やばい、全然まだまだだ。わー、まだまだかかる。今日レベル17までちょっと難しそうだな。お疲れ様でした、ありがとう。なんさん、写真撮ってる人には分かってもらえるかもだけど、なっちゃんの美人オーラがファインダー越しに伝わってきたんで、ほんまにほんまにありがとうございます。9枚目シングルまた始まるんで、私の、じゃあファインダー越しに伝わるってことはもしオンラインだったとしても、オンラインのカメラ上からも伝わってくるってことですよね。9枚目シングルお話し会、対面型になるのかまだちょっと分かんないですけど、待ってます、待ってます。もうみんなの9枚目シングルの渡辺夏樹の枠勝手に予約しとくけんあ、歌よかったよ、 T28 さんありがとうございます。めっちゃ緊張したけどさ、なんかさ、めっちゃ緊張したけどさ、レコード大賞衣装、
あれさ、歌唱力でさ、なんか来とるイメージがあるけん、なんかめっちゃ私歌うまの人になれた気持ちになれて、なんかすごい堂々と歌えた。おー、9枚目に花だれファーストテイクバージョン収録は すごい。そうだよ、改めて見なくてもめっちゃ普通にすごい髪型だよね。かわいい Y2K って感じ。こんばんは、こっそり行きますって待ってます。ブラボーブラボー、ありがとう。なっちゃんしか買ったことないからなーって、それでいいのだ。こんばんは、かわいい、ありがとう。ここを跳ねさせてるのもポイント。ほどきたくないよ。明日もこのまま行こう。明日このままオンラインしていい、みんな。あのちょっとオンライン越しやけんさとか。このまま寝ようとか言って、嘘です。明日はちょっと京都のギャップを楽しんでほしい。京都のギャップ、あのサラサラロングなっちゃんを楽しみにしててください。もしかしたら髪の毛結んどうかもしれんけど、サラサラロングなっちゃんの予定です。え、でもほどいたらすごいと思うよ。でもなんかちょっとさ、可愛いけん、あの配信上ではまだこの髪型でいさせて。あた、明日ちょっと、明日朝一のメールですんごい、多分すんごいの送るわ。これほどいてみたらどうなったか送るわ、朝一メールで9時ぐらいに届くんで、ちゃんともう送って寝る。サンタ帽かぶらないのって、明日かぶると思うよ、サンタさん。ゆういちさん、かわいい、ありがとうございます。明日の話し会楽しみにしていますって、ありがとうございます。私も楽しみです。明日がだってクリスマス本ちゃんやもんね。クリスマス本ちゃんですから。お、なっちゃんのクリスマスプレゼント年明けになるけどごめんねって、待ってます、楽しみに。今日もね、誕生日プレゼントね、誕生日プレゼントっていうか、みんなからのプレゼント、みんなからのプレゼント、おーおー、なんかね2つ袋があって、ちょっと大きい方が今日ねちょっと荷物になっちゃうんで持って帰れなかったんですけど、ちっちゃい方を持って帰りました。ちっちゃい袋に入ってたやつ、明日全部持って帰るよ。そう、みんなありがとうございます、とってもありがとう。どうなんだろう、明日のサンタわかんない、私たちもまだわかんないの、行ってみなきゃわかんないんだよね。そうなの、クリスマスコンサートお疲れ様でした、ありがとうございます。ねえ、ブラックサンタさん、でもあれね、生写真撮影の時のじゃけんね、多分数に限りがあるんですよ。だからどうなんだろう、ブラックサンタ、なんか私口内、うわ、めっちゃ久しぶりに口内炎できたかも、やばい。ちょうどあの奥から3番目の奥歯から3番目の歯ぐらいのところに口内炎できた。ピンピンピン、
打ち上げ終わった今クルーズ、おお気をつけてみんな帰ってね。メリークリスマス。はじめまして。ユニットでショッターが止まらなかったのは美しすぎるなっちゃんでしたって、ありがとう、楽しみにしてます。楽しみにしてますね。そう、噛んじゃうやつ絶対噛んじゃうからさ、あの成長しちゃうやつは成長するタイプの口内炎、やだ許さない。許さないぞ、私は口内炎を許さない。口内炎なんてこの世から、それ以上は言わない。私が優しいから、私は優しいから。こんばんは。口内炎、口内炎が、ベロに口内炎ができました。どうも渡辺夏希です。大事に育てません。撲滅します、撲滅させます。副部長がたくさんツイートすると思います。ぜひぜひ。9枚目シングルも決まりましたので、ぜひなっちゃんに推し部もすごいたくさん活動していただけると嬉しいです。ます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 の活動を祈っております。片出しクロさんと、あれめっちゃ可愛いよね。私めっちゃあれ好き。でも多分パフォーマンスってなると難しいけど、お話し会だったらいけるよね。睡眠とビタミン C たくさん取りましょう。睡眠とビタミン C、 多分ね睡眠は足りてるんだ多分。だから睡眠は足りてるからビタミン C だね多分。あでも私今日久々オロナミン C 飲んだけん、いやもしかしたらなんか栄養の取りすぎでも口内炎ってなるらしいんですよ。栄養取りすぎたか。違う？栄養の取りすぎも口内炎になるって聞いたことあるんだけど、それってご情報？それってご情報なのかな。あレモン丸かじりいいかも。レモン丸かじりしたさあるけど、今日は今日中に寝るよ絶対に。あれ無理かも。タカさんプレゼントありがとう。トマト食べたい。トマト食べる、そうしよう。トマトを食べます。そうビタミン C の錠剤あるけんちょっとちゃんと飲んで寝よう今日は。ビタミン C って他のさ薬飲んじゃってもさ、まあ大体はさ、大体はあれよね、あの一緒に飲んでも大丈夫だよね。大体じゃダメなの。ドゥ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 ン、トゥルドゥ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 ン、トゥルドゥ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 ン、トゥルドゥ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 ン、トゥルドゥドゥドゥン、トゥルドゥドゥドゥン、トゥルドゥドゥンドゥンドゥンドゥ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 ン。あそうだ、私書く、書きます、書きます。ちょっと待ってメモ帳取ってくるね。この髪型いいな。世界で月影さんありがとう。